吉谷さん、私もね、すごくラッキーだと思ってるんですよ。吉谷さんとこうやってやり取りができる、もしくは私もね、このね、動画のリレーってのは、誰か一人でもいいからできる人いないかなというふうには思わないでもなかったんですよね。まあでもこれが現実化して数千回に及ぶリレーをやってるわけじゃないですか。もう暮らしの中に吉谷拓郎がいるみたいなね、暮らしの中に私がいるみたいなね、そんな感じじゃないですかね。やっぱりローのローの字がね、 100% に近い確率で間違えられるあのローの字がお互い共有できる全ての出発点だったのかなと思いますよね。いや、それでお互いの印象が最初はね、良くなかったというかね、言葉悪いんですけども、お互い最初は下に見ていたみたいなところがあって面白いですね。私は吉田さんが出てきた時に、私は誰よりもバカですって言うから、うわ本当だみたいなね、漢字も書けないみたいなね、そんなことを思ったりしたもんですけども、逆に吉田さんはなんか変な人来たぞ、コメントばっかり書いてるよ、なんだこれやみたいなね、絶対こいつ金持ちにならずになれねえぞみたいな思ったかもしれませんけども、今はねやっぱりこうお互いにある意味切磋琢磨したりとか励まし合ったりとかね、なんとなく縁が続いたりとか、まあ一言で言うと気が合うってことなんでしょうね。このヘビーなやり取りができる人っていうのを2人目がいるかって言ったらいないんでね、1人なんですよ。まあもちろん1人でいいんですけども、いやそれだけでもね、生まれてきた甲斐があったなと私本気で思いますよ。そしてこうやってやり取りをする中で、誰よりも優れたコンサルを受けているのかなと思いますし、コンサルをお送りしているのかなと思いますんで、結局億万長者合宿って何なのかなって言ったら、一般公開してるこのやり取りで私たちだけがね、より金持ちになっていったっていうことなんでしょうね。だからこのやり取りをずっと見て、私思うんですけども、横やりを入れてきてね、億万長者合宿の例えば555話とかあるじゃないですか。そしたら556話を勝手に横やりでポッと刺してくる人がいたら面白いなと思うんですよ。まあ、もちろん作ったとしてもね、私たちに気づかれないといけないですけどね。そのぐらいの SEO 対策を練って割り込んでくる人がいたら面白いなと思うんですけどね。この前小野里さんがやってきましたんでね、ちょっとね、なんか小野里さんもしかしたらこのリレーに巻き込まれて剣団みたいなね、3人リレーになるかなと思ったんですけど、まあならないかな。小野沢さんがたまに入ってきてくれるのはね、嬉しいですけどね、やっぱりね。こうしていろいろ過ごさせていただく中で、やっぱり動画の効果っていうのは大きいなと思いますよ。で実はね、私の、まあ、奥さんっていうかね、彼女奥さんがね、まあ実はニコニコ生放送を始めたんですよ、この前、先週から。でまだ1週間ぐらいしか経ってないんですけども、初日の売り上げは6万円、それから日々何千円とか何万円とか入ってるそうなんですよ。ね、すごいですよね。今までずっと自分が出て発信することはなかったんですよ。で今回は VTuber という形で出たらしいんですけども、初日から収益があって、初日からファンがいて、初日から盛り上がってみたいな感じで、ものすごくね楽しそうにやってる姿を見て、ちょっとね焼けちゃう気持ちもありますね。なんか俺と一緒にいる時が一番面白いんじゃないのかよみたいな気持ちもあったりとかね。まあ放送は放送の楽しさがありますんで、それは十分分かってあげないといけないし、私も分かってもらってるんで、私がねいろいろと YouTube 活動してるのを、まあ、横目で見ながら邪魔くさいなと思わないんでしょうけどね。さあでもね、私の奥さんが動画発信をする中で気づいたことが2つあります。これ皆さんにも共有したいんですよ、吉谷さんにもね。一つはですね、やっぱりね、動画のパワーはすごいなってことですよ。動画で発信するとその瞬間からね、ライブですよ、ファンがついて投げ銭が始まって6万円ですよ。すごいでしょこれ。だからね、ここまでやってきて動画をやらない意味がないんですよ、もう。金に困ってるんだったらとにかく動画で走り出すこと、そして切れ目なくやること、私の奥さんも毎日やってますからね。でもう一つ気づいたことがあります。これは今動画のメリットのことをお話ししましたけど、反対です。私の奥さんですら、私の横にいてね、出会った時から私がそれこそ山口陸のライブ放送をやってるところもずっと横で見てるんですよ、ね、それからネオヒルズのなんとらかんとらってコンテンツを私がやってるところも全部見てます。こっちを見ながらこっちでアウトプットしてるところも全部見てます。私のセミナーもほとんど参加してます。でも自分自身が動画を通じてライブ放送などでアウトプットするのがやっと今なんですよ。8年目なんですよ、ね、これどうですか。もうやればいいことは分かっている、私も証明している、でもなかなかできないんですよね。だからこれがこの2つなんですよ。やればすごいんだけどなかなか人はやれないと、間近で見ていてもやれないってことなんですよ。ただここでね、一つ思い出す格言があります。例えばね、周りの人5人の平均年収を5で割ってみると自分の年収だよみたいな言葉があるでしょ、ね、これは周りの人に影響を受けて自分の収入とか考え方が決まってきますよってことなんで、確かにそうだなと思えるんですよ。
で今回の件はその証明になったと思うんですが、ただですね、逆に今までずっと8年近くやらなかった、私の奥さんの年収っていうのは私にはまあね、こう言ったらあれですけど到底及ばないわけですよ。でもここで一気に並びかけてるんですよ、たった1週間で。これすごくないですか。私の奥さん多分そのままこの活動を続けていってある程度工夫するとね、1億円なんて3年間ぐらいで簡単に到達すると思いますよ。で私が横にいるわけですからね、特に。だから稼げる人の環境にいると、いるだけでその人も稼げるエッセンスはどんどん詰め込まれていって、ちょっとした行動で稼げるようになるんですよね。じゃあ話を一番最初戻します。私と吉谷さんのリレー、何千回にも及ぶリレー、これを全部見て、その言葉や展開に触れて、そのオチに触れて、また次のネタに触れていくとどうなるかっていうと、思考が稼げる思考になってくるんですよ。でアウトプットすることっていうのがどん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 稼げることになってくるんですよね。話す内容も私や吉谷さんが話している内容をそのまま丸コピーするだけで、すごいねそれって言われることになります。この証明っていうのは吉谷さんが NHK の話でしてると思うんですよ、ね、NHK を追い返すんじゃないと、あれは向こうから来てくれてるお客さんだぞって私がお話したのを、吉谷さんは確かになと思ってね、そういうシチュエーションにあった時にちょっと逃しちゃったっていうことは話しましたけども、でもそのエピソードをアウトプットすることによって新しいねドリア加瀬さんが来るみたいな形で、やっぱりね、いやすごいねその発想みたいなことが溢れてるんですよ、この億万長者合宿のリレーには。だから億万長者なんですよ。よくねこんな人がいたのを話します。億万長者合宿に参加したら絶対億万長者になれるんですか。私ね、そういうんだったら絶対なれますよ。ただし参加した人がちゃんと受信してちゃんと展開できる、その素地を自分で今までの人生で作ってきたかっていう条件つけないといけないですね。この素地がなければ、どれだけ黄金の成功を聞いたところでね、雨が降ったら傘を差すってことを聞いたところでね、儲けようと思わなー、開けまへんなーって言っても何吹く風ですよ。受け取る力も展開する力もないわけですから。だからそういう人がいくらね黄金の言葉に触れても猫に拒んですよ。こういう時にこういうことわざが出てくるんですよ。いくらね剣をポンと手に渡されても、鞘を抜く方法を知らない、振り方を知らない、そもそもそれを扱う勇気がないとなると宝の持ち腐れですよね。でも剣を抜くことを知っている、そして振り下ろすトレーニングをしている、何回も失敗しながら自分の心を鍛えてきて、ついに正確に振れるようになった時、全ての手の戦いにね勝てるようになってくるわけですよ。もちろん相手がもっと上級者でもっと苦労していてもっと修行していれば勝てないですよ。でも私たちはそんな高いレベルの話をしてるわけじゃないんですよ。とりあえず自分が生涯自由に楽しく暮らせるぐらいのお金、その程度の金は稼ぎますよって話ですよ。この少ない再生数で。よろしいですか？私も1万数千人のチャンネル登録いますけども、この再生数ですよ。しかも私だって最初からね、チャンネル登録や再生数がそんなにいたわけじゃないですよ。最初はチャンネル登録ゼロ、最初は視聴者ゼロから始めてるんですよ。第一歩ってのはそういうもんなんですよ。で、私の奥さんがまた第一歩ね、歩み始めました。最初からゼロではなかったんですよね。もうこの動画放送とかライブ放送のこの世界が充実してるわけなんですよ今はね。かなりもう、多くの人に認知されてるんですよ。で私とかがやってた時って認知されなかったんで、とりあえず動画でバンバン出して YouTube のアップロード本数増やすことで YouTube の利用者を増やすところ、その書き分けをやりながら自分の活動ですからね。ある意味有利であり、ある意味不利でしたね。しかも動画のアップロードの段取りは非常に悪かった。収益化ってものも当時はなかった。でもやっていたわけですよ。でそう考えていくとね、吉田さんと歩いたこの数年間、私にとっては8年間ですけども、富に向かう一本の道があったような気がしますね。しかもその道ってのは歩き始めるまでは分からなかったんですよ。歩き始めても分かりませんでした。ここまで歩き切って振り返ってみると、あっこの道だったんだっていうふうにね、分かるだけなんですよ。ですんで、これからビジネスを始めようとされている方、YouTube を始めてみようとする方、ライブ放送をしようとする方、一寸先は闇、当たり前。何の結果も約束されてない、当たり前。だから起業なんですよ。だからビジネスなんですよ。不確定要素がたくさんあるのに対して向かっていく。それが私たちの活動なんですよ。1時間やったらいくらとかね、何本動画を上げたらいくらみたいな約束がない世界に私たちは入っていくんですよ。その活動量に応じて結果が保証されている、いわゆるバイトやサラリーマン的な発想でいたいなら、
まあ私たちの世界に入らないことですね。私たちはやるだけやったけども何もないっていうのを覚悟しながらやってます。まさにそれが命がけってことなんですよ。自分の生命、財産をどんどん突っ込んでも何も返ってこないかもしれないと。だからこそ絶対返ってくるように、絶対に元が取れるように工夫をしたり、頭を使ったり、いろんな方とのコラボレーションしたりとかね、学習をしたりするんですよ。そのインプットとアウトプットの繰り返しの中で私たちは投与されていき、生き残ってるのがこの現実だということなんですよね。今までね、何人の方が、沈んでいったことか、諦めていったことか、勝手に退場していったことか、中には焦って詐欺をしていられなくなっちゃった人もいます。いや本当にね、まともにやっててするんですよ。私は吉谷さんみたいにまともにやっているのに詐欺呼ばわりされるわけですから、詐欺をやってる人はもっと詐欺って言われますからね。ですんで誠実にやれば必ず生き残っていけると思います。そして困った人のために何かをするってね、吉谷さん冒頭で言われましたけども、私も相談事が来るとねワクワクしますね。普通コールセンターでバイトしてる人って何の困り事もメッセージが来ないのが一番じゃないですか。仕事がないわけですから。でも私はね、一つの悩み事を解決するために、活動するために、一つ自分にも木の枝が生えたみたいな感覚がします。一つニューロンがつながったなとかね、一個チャレンジできたな。だからもう悩み事どんどこいですね。自分の悩み事はもうほとんどありません。だからおせっかいにも他者の悩み事に飢えてますね。この動画を見ていらっしゃる方も困ったことがあったらね、多分私は吉谷さん以上に解決できる方はいないと思います。いるとしたらその人は有料です。今なら無料ですよ。この木蘭城合宿にコメントを書いたりメッセージを飛ばしたりしてみてください。無料で解決方法をお伝えします。あとはあなたが受信力、受け取る力があるのか、展開する力があるのかにかかってます。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。